えー、こんにちは今回ですね、あの YouTube 用にですね、えー、マイクの方を、えー、Amazon で購入したので、ちょっとレビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、今日こんな感じで届いたんですけども、今こう手で撮ってまして、あこんな感じの、なんだろうな、なんか PlayStation Joy Sound ニコニコ動画 YouTube におすすめって書いてあって、PC マイク。 ECMPCV80U ソニーの一応会社でこれねあの3000円ぐらいだったんですよこんな感じでこうですねなんか普通に、えー、USB で挿して端子に挿してマイクで撮るみたいなでなんか一応なんだろうなんかスタンドとかも付いてるみたいですねじゃあちょっと開けていきたいと思います あ今開けました。じゃこれ手で撮ってるんでちょっと何だろうこん,あこんな感じですね。あ、これか。これがスタンドこれスタンドになってます。で、これもマイクを多分挿してで、これがコードですね。で、これなんか説明書書いてあって 今ちょっと片手で取りながらやってるんで取れた結構重いっすねこんな感じでうんでこっちの端子はこんな感じですねでこれはこんな感じでなんか刺すみたいでじゃあこれちょっとですねあの組み立てていきたいと思います えー、こんな感じで組み立てできました。なんかこんな感じのマイクになってますね。で、今はこれ今 iPhone のイヤホンを挿して、えー、音声をってるんですけどもまあ今の音声が iPhone のイヤホンの音声ですね。じゃあ今度このマイクを使ってですね、えー、ちょっとなんだろうな動画を撮っていきたいと思います。まあどれぐらい音声が変わるかっていうのを ちょっとあのー、比べていただいて、まあ、この商品気に入ったらですね、まあ、YouTube で動画撮る方とかは、まあ、めっちゃいいんじゃないかな、まあ、3000円ぐらいで買えるのでいいですよねで結構しっかりしててこんなマイクついてるので,でこれちょっとパソコンの方にここですね挿して、えー、撮っていきたいと思いますじゃあ一回切りますこの商品を、えー、今回買って、えー、今喋っておりますでさっきの、えー、と動画の方は iPhone でイヤホンを挿して撮ってたんですけども まあ今回はですね、この購入したマイクを使って、パソコンにこれしっかり接続してですね、音声の方を撮ってるんですけども、ソニーのエレクトレッドコンデンサーマイククロフォン、なんだこれ、よくわかんないですけど、とりあえず1315のレビューがあってですね、で、なんか売れてるのもベストセラー1位になってまして、人気の商品だから買っちゃえばいいかなってみたいな感じで。 あの購入したんですけども、まあ、価格も3100円ぐらいで、なんか普通に安いですよね。で、これマイク単品って書いてあるんですけども、このなんだろうな、このマイクスタンドっていうのは普通についてましたので、まあ3100円でもマイクスタンドはついてるんで問題ない。こんな感じですね、ほんと。こんな感じで今、机の上に置いて喋っているような感じになります。で、箱も全くこれ。えっ、ー、と、 プレイステーションにこニコ動画 YouTube におすすめって書いてあって中身も全くこれですね一番安い3131円の料金にこんな感じで,でマイクもこんな感じですね今ソニーのマイクですねどうですかね一応撮ってみてなんか雑音入ってたりとかまあ僕のパソコンの接触状態とかなんだろうなそういうのも関係して音声がいいとか悪いとかあると思うんですけども まあ実際にきれいに撮れてるかっていうのはあのこの動画っていうのを一回切ってですねあの自分で聞かないと分かんないなーって感じですよねまあそのイヤホンを使って普通に撮るのかこの YouTube 専用、まあ、専用っていうかまあ専用に近いマークを自分で3000円で買って まあこんな感じで撮れましたっていう一応レビュー動画にはなるんですけどもまあ今後 YouTube とかですねニコニコ動画とかであのマイク買いたいなっていう方はですねあのぜひ参考にしていただければなと思いますでこの後の自分の方でもあのどんな感じで撮れ,る撮れてるかあのチェックしたいと思うのであの一旦動画を終わりにしたいと思いますでこの商品の方ですねあの下のブログの記事の URL の方で載せておきますので あのマイク欲しいなって方は気になった方は見てみてください。じゃあありがとうございます。